ピチョン君にとっては春の 4K では乾燥が気になるのかなと思ってしまいました。乾燥したらピチョン君じゃなくなっちゃう、潤い指数も低くなっちゃうのでね、効率的に生活しないといけないですからね、潤い指数がいいと誰かに見せたくなるくらいのお肌になりますので、皆さんもあの情報を確認いただければなと思います。蒸発ね、凝結したままでいてほしいですよね。凝結ですよね、水ピチョンくん。水滴ですもん、雫ですもんね。凝結したまんまなんですね。乾燥したらね、あの水蒸気くんになっちゃうので、なんだろう、水蒸気だとピチョンくんじゃなくて何くんだろう、蒸気くんねえ。氷だったらカキンくんとかですかね。カチンコチンの、水蒸気くんだともうそのままなので、ちょっと工夫しないといけないですけれども、ひらがなあ、ポワンくんいいじゃないですか、確かに。あのピチョンくんが正しいのでね、あの正しいキャラクターなので、ぜひ皆さんもモクモク正しいの情報はホームページでお答えください。大金さんは申し訳ありませんでした。あのピチョンくんはちゃんと私大好きなので、あの愛情込めてお送りしているので、あのいろんな兄弟がいたらいいなと思って、ちょっといろいろお話しさせていただきました。でいろいろこうもしかしたらあるかもしれないじゃないですか、凝結蒸発で、ね。この後もぜひあのピチョンくんの予報も行っていきますので、ご覧ください。ではぜひイブニングの時間帯もご確認ください。では失礼いたします。